目覚めた人、ブッダ、神の子、イエス、言わずと知れた仏教キリスト教の祖である。世紀末を無事に超えた二人は下界でバカンスを過ごしておりました。あ、この一杯のために苦行してる。ノンアルでよくそんなテンション上がるね。せっかく日本にバカンスに来てるんだし、海底歩くやつ行ってみたい。海面歩けたんじゃなかったっけ。歩ける。超ジョニーデップに似てるって。マジで動物とか寄ってきちゃうんだね。あ、これ涅槃とかじゃないから。外から浮いたりしてるとこ見られたらいろいろあるから。宗教とかやってると思われるもんね。 GPS 搭載だ。でもそれマジックテープで止まってたんだ。もしやここ明けあり物件。幽霊出るんだよ。イエーイ。例の道続いてんだったら実家超近いじゃん。意気込んでなかったですよね。意気込む作品じゃないですね。おお、アガペー。アガペーの注入だよ。知ったるた。本名で呼んじゃったよ。生殖系男子が世紀を超えて降臨するパワースポットドラマ。民は誰からパワーもらうんだい。気持ちの問題。セイントお兄さん、スマホで見られるのはピッコマ TV だけ。そうなんだ。待てばゼロ円ピッコマ TV。